ファスナー40センチです。特大のキャラメルポーチを作ってみたいと思います。布幅はファスナー幅です。縦は42センチです。まずは布の周りにジグザグミシンをかけます。こちらだけ布の耳なのでジグザグミシンはかけません。ジグザグミシンをかけたら金具を下向きにして布端から5ミリのところにファスナーを縫い付けます。縫えたら表側からも縫い押さえます。は下側に倒します。ちょっとアイロンで形を整えると縫いやすいです。こんな感じで縫います。反対側のファスナーにも布を縫い付けます。布の端から5ミリのところにファスナーを置いてここを縫います。また表面からも縫い合わせます。縫い押さえます。縫えたら、そこを縫います。縫い代1センチです。ファスナーの中心と縫い目の中心を合わせます。この両サイドを均等に折り込みます。こっちからもこんな感じ、こっちからもこんな感じ、こっちからもこんな感じ。挟むならこのタイミングです。20センチぐらい、タブというか手持ちというかちょっと長いのを挟んでみようと思います。でこうして、私はこちらの金具の方に入れたいのでここに挟みます。ファスナーとこちらの折りたたんだ布の間に挟み込みます。で、この両サイドを縫っていくのですが、ファスナーの部分が返し口になるので、ファスナーを開けておくのを忘れないでください。したらこの金具のファスナーの終わりのところを縫っていきます。
こちらはタグがあるのでここは縫えませんが、こちらは縫えたので縫いました。表に返してみたいと思います。ができました。で、接着芯も貼ってなくて一枚布なので形がなんとも定まりませんが、でも大きくてもポーチ自体は軽いです。荷物が多い私とかはポーチが重くなると荷物も重いので困るので、荷物が多めの方にはいいかもしれません。ちょっと靴入れみたいです。皆さんもぜひ一度作ってみてください。